はい、皆さんこんにちは。こんにちは。さあ、今週もミラセン始まりました。ユニフォーム忘れましたっていうことでね。懐かしいこのハッピーでミラセンをお届けする感じ。あ、そうですね。何年ぶりですか？何年ぶり？ 3 シーズン目ですから、2年前とかですか？なんで忘れてたんですかね。あ、そうなんですよね。そう、ラジオね、行きまして。いやー、皆さんありがとうございました。いやー、聞いてくれたみたいですね、なんか結構 ね。どうでした？僕のデビュー戦ラジオ。いいデビュー戦だったんじゃないですか。あ、本当ですか？よかったですかね。はい、新天地デビュー、はい、アシストぐらいの記録は残したかなっていう感じですか？なんか、すげーパスが回ってきた印象があります。いや、そう、鈴木さんがね、パスくれるんすわ、マジで。もうね、どんぐらいだろう。そうね、中村俊輔選手が優しいかな。あー、ちゃんとピタッと足元に来る。そう、なんかね、中田選手バシーってくるんですけど、俊輔選手はこう、考えて、ふわっていうね、優しさもっていうところがあってね、はいはいはい、それで結構答えやすかったっていうところですか、うん、もう合わせるだけみたいな。あ、なるほどですね。あとリホさんも結構あれじゃないですか、うん、前線から動き回るタイプじゃないですか。あ、結構プレス行ってね。あ、そうそうそう、かき回してかき回してみたいな。そうそうそう、で相手に蹴らせたのを、はい、センターバックの鈴木さんが拾って、あ、そう、はい、小山さん食べますみたいな、はい、中継役ですね。そうですね。そう、俺が俊輔だったんですかね。おお、いいっていう感じですか。でですよ、はい、スタッフさんあれですよ、あのラジオの時おすすめの、じゃあそう、あれ質問くれたじゃないですか、おすすめのお土産は。あ、メガスタイルゴールドの方ね。あ、そう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 、はいはいはい、はい、それであのまあね、萩の月やっぱ美味しいですよってリホさんが言ってくれたので、ということでこちら、でん、萩の月、あ、こちら、お、買ってきました。あれなんかパッケージなんかこんなんだったっけっていう、多分開けたらあの萩の月のあの女の人がこう月の元でこうやって持ってるね、あれがあると思うんですけど、はい、買ってきました。どうぞ。お、ありがとうございます。ありがとうございます。あとなんか白石の柳屋菓子店ずんだ羊羹美味しいですよっていうのをくれたんですよ、ラジオ中に。それもね、美味しそうだったんですよ。なんかずんだの刻んだのが羊羹の中入ってて、 そっちにしかなさそうですよね。そう、白石ね、ちょっと遠いんでね、ちょっと白石の友達がいるんで、ちょっと次仙台帰った時に買ってもらおうかな。あ、買ってもらう。買ってもらって会った時にじゃあ渡してもらうっていうのをしようかなっていうね、感じで。仕入れの人みたいな。仕入れさばいて、はい、また行きたいですね、仙台ラジオ。そうですね、また呼んでもらうように頑張んないと。頑張んないと。というわけで今週も皆さん始まります。じゃあ翔くん、はい、前節ね、うんうんうん、山口戦実際生で見ててどういう印象でした？スタメンの選手ね、すげえコンディション良さそうだったんですよ、めちゃくちゃ。うん、というかなんでここ 2,3 試合ですごいなんかイメージの共有すごいできてるなみたいな。あー、特に攻撃ね。攻撃が、うん、堀監督の落とし込みなのか分かんないですけど、よく見られましたね。縦パス入ってそれをなんかちょっとフリックっていうんですか、来たボールをちょっとヒュッて角度変えたりとかするのを、うん、また違う選手が追い越してそれの繰り返しとかで、結構クロスに対してもとか攻撃に関して関わる人数も多かったっていうのがすごい印象的でしたね。まあ、一方で後半なんか後半別のチームになったっていう意見がすごい多かったですけど、僕的に違うチームになったのは山口かなっていう。あ、そうですよね。なんか仙台は正直その山口に対して前半と同じことを結構やろうとしてたんですよ、多分。でもそれが結構山口の強度が強かったりとかして、なかなかうまくできなくて疲れもあったんでね、やっぱあれだけ動いてると選手交代で変えようとしたけど変えられずみたいな。ベガサポの声をはっきり代弁したいですけど、はい、怖いです。あれですよね、監督の采配ミスですよね。後半特にボランチとかエベルトンにしない方がいいでしょ、あそこみたいなとかもありましたね。そうですね。それかなんか長澤選手とエベルトン変えなくていいかったかなっていうところありますね。あるよね。逆にもなんかボール回収できる2人にしちゃえばよかった。長澤選手とエベルトンにしてボールが前に進まなかったんでモックン変えてとか、うん、ちょっと下に重心を置いてみたいな。そうですよね。なんか、でもよかったのかな。僕的に、あ、そうなのよ。なんかさ、はいはい、中継見てて、後半5分10分過ぎて、うんうん、ベガルタの攻撃の時間、はいはい、すごい短かったから、ここ安志選手がいれば、うわ多分、うんうん、後ろに戻ってでも、キープする時間作ったなって。はい、あ、とりあえず保持、マイボールにするってね。そうそう。多分監督に、取ったらディフェンスラインの裏狙えって言われてたと思うって、思うんですけど、はい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 、それを多分一途にやり続けて攻撃の時間めっちゃ短かったじゃないですか。そうそう、無理してみたいなところで、ね、あったから、はいはい、
で、それやってほしいなと思ってた時にね、なんとね、その5分後ぐらいにね、実況の鈴木さんがね、翔くんにね、なんか話振ったところ、翔くんが、なんかベガルタボールに、セカンドボール拾いたいですね、みたいな感じで、なんか確か言ってたんですよ。ああ、言った記憶ありますね。そう、なんかそれでなんかベガルタの時間を、みたいな感じで言って。お、イメージ共有できる。みたいな。すごいね。東京と仙台間で共有できるんですね。そうそうそう。いやー、その距離感でできるんだったら、ピッチ内の監督と選手のこの近い距離感でも共有してほしかったね。ね、そうよね。俺の思い、東京から僕に届いて、僕から堀川さんに届かなかった。あそこなんか電波障害が来たからね。ああ、そうかもしれないですね。くそ惜しかったな。そうなんですよ。まあでも、やっぱそう思いましたよね、ちょっと、ね。はい。あまりにも山口にボール持たれてたんで、ね。そう。っていうのはあったっすよね。ですね。あと裏狙い続けるというか攻撃行くんだったら、まあ、僕カトチ好きですけどね、好きなんだけど、うんうん、松崎選手ベンチいるんだったら松崎選手入れてちょっと ねボール持てるしとも思いましたけど、まあなんかここ残り5試合ぐらいになってきてるところ面白い印象はあるけどね、なんか、うんうん、成長過程にあるなっていうのがすごい伝わってくるというか、確かに、だからなんかあんま悪いイメージはないですかね。じゃあちょっと次節に期待ですね。はい、長崎。長崎またなんか因縁的なところありますよね。ありますよね。あっちもピリピリしてるでしょうしね、プレーオフ狙えるところだから。しかもホームっていうか向こうのホームでしょ。そうですね。ああ、今度あっちか。長崎でもあれだ、今7位か8位とかって圏外なんだよね。そう、今ね8位なんですよね。はいはいはい。なんかすげえ点取ってる外国人がいて、でもなんかその人しか点取ってねえんじゃねえかぐらいのなんかイメージなんですよ。で、調子いいのか悪いのかよくわかんないから、そういったところも合わせて、はいはい、ぜひちょっと研究結果を教えてください。まあ、本当にまさにその通りな感じありますよね。そうなんですか。なんか、まあ、順位8位でももう縛られましたもんね。残り2節になってそのプレーオフに入れるチーム5位から8位で今残りの2枠争うみたいな感じになってますね。お、じゃあ4つは決まってんだ。甲府、山形、長崎ってやってますね。お、甲府上がってきたんだ。またそうなんですよ。これ来てるな。俺の予想すごくない？おもろいな。結構すごくないですかっていうところで、うん、そう、それでこれまた面白いのが、はい、ジェフ対長崎、甲府対山形っていうのが最終節にあるんですよ。これはなんかこれ仕組んでるなっていう感じのところで、だから多分その最終節の前に戦いやすさで言ったら、このやっぱ第41節ですか、うんうん、ここでやっぱどのチームもそうですね、勝っておきたい、ね、そう、勢いづけてみたいな、勢いづけて上位にプレッシャーかけたいし、下位にプレッシャーかけたいしみたいな、はいはいはい、ところがあると思うんで、長崎非常に気合い入ってくるんじゃないかっていう、なるほどっすね、はい、気がしますけども、はい、この気合とちょっと空回りしてんじゃないかっていう長崎、もうここ直近の5試合の結果で言うと1勝1分け3敗っていうこの厳しい状況。なるほど。得点ランクですね。はい。誰が取ってるかというとってもう言うまでもないですけど、そうですよね。ファンマ、デルガド選手23ゴールですか。うん、もう決まりでしょ、これ得点を。そうですね。で、その2位の選手どれぐらい取ってると思いますかっていうね。え、全然取ってない。5、6。おお、すごいすごい、今日ビシビシですね、連携が。あ、本当ですか。6ゴールなんですよ。おお。しかも2位3位ってディフェンスの選手なんですよね、点取ってんの。どういう状況っていう。その2位がクシビキ選手、センターバックなんで、おそらく得点パターンは多分セットプレー、あ、姿選手的な的なところなのかなっていう。うん、でも3位の米田選手っていうのがサイドバックで5ゴールですかっていう感じで、まあファンマ選手の独壇場みたいな、はいはいはい、まあ、その下にね、いい選手がいるっていうのも要因なのかもなっていうのありますけども、でそれで移籍に移りますけども、今年長崎夏6枚も放出してるんですね、まあ、結構抜けたなっていうところだったけども、補強したの？しましたね。ミッドフィルダー多いんだよ。まず一人目が柏レイソルから中村啓太選手。ボランチの選手がレイソルから完全移籍。おぉ。4年半ぶり。あ、カムバック的な？なんかプロデビューが長崎らしいです。結構足元の技術とか視野の広さが特徴で、ここまで4ゴール4アシストっていう。お、結構な。すごいじゃん。と、あと、マルコス・ギリェルメ。言いづらい。ギリェルメ選手。ギリェルメ。サイドハーフなんですけど、これはあれかな、クリスティアーノ選手だったりとか、そのサイドの穴をというか埋めるためにっていう感じかな。これ僕的に言うとあれですね、長崎のオナイユみたいな、ジョージみたいな感じですかね。ああ、そうなんだ。なんか加速力すごくてとか、ドリブルスピードみたいな、伊坂とか全員みたいな、はいはいはい、そういうちょっと加速スピードが持ち味の選手で、まあカリレス監督の下でやってたんですね、ブラジルサウジアラビアで。
で、この選手も2アシスト残してるっていう、ね。おと、あとはミッドフィールダー、マテウス・ジェズス。ジェズスって聞くと。あれが来たら驚きますけど。マンチェスターシティが通った。驚きますけども。はい、あのジェズス選手は、シャドウとかトップ下やる選手。でも、すごいんだよな。結構、みんな補強して活躍してるというか、この選手は1ゴール4アシスト。あれなんですよ。アンダー20のブラジル代表にも選ばれててみたいな。あ、そうなんだ。まあなんかその、なんかあれっぽい。バンキシャから言わせると、ポグバっぽいらしいですよ。ポグバなんだ。すごいの来たんだな。結構すごい。でも好きっすね。あと、あれだ。ディフェンス、カルロス・グティエレス選手。え？あの、栃木行って。町田にいた？福岡、栃木、町田、長崎っていう。うわ。これ出場機会求めて完全移籍してきたけど、まだ3試合ぐらいしか出てないっていう。あ、そうなんだ。これ、あれだよね。栃木からしたら、奪われて。そうですね、転売されてみたいな。結局お前使わないかいみたいな感じで、はい、ちょっとかわいそう。栃木戻った方が良かったんじゃないかっていう、ね、うん、ところで、結構なんかこの数字だけ見ると一見ああいけてる感じしますよね。いけてる感じしますよね。はい。でも意外とこの新加入入ってからの後半戦6勝6分け7敗っていう、このまあ合格点でも言えないかみたいな感じなんですね、うん。てかあれなんですよ、名倉選手って今どうしてると思います？どうしてると思います？え、いる、出てんじゃないの？なんかね、返してほしいよね、仙台にねって思うね。借りてた借りてた身分で。そう、返してないんで。今シーズンスタメン4試合だけしかないんですって。で、サブで11試合だから全部で15試合、半分ぐらいしか出てないんだ。出場の仕方的に言うと過渡地ぐらいですかね。ああ、ファビーレ監督に合わなかったんでしょうね。お、はぶられてんだなっていう感じですけども、まあそのチーム状況ですね、はい、この移籍組踏まえてどうなったかっていう結論から言うと、非常に良くない長崎。そうなんだ。ぽいっすよ。なんか普通はこうシーズン重ねていくとチームってこう連動が増してって、あ、そうですね、仕上がってくるって言われてますね。そうですよ、俗に言う仕上がってくるという状況ですけども、はい、ちょっと長崎成長あまり見られずみたいな、ちょっと停滞してますよっていうところがね、なるほど、あるらしいですよ。まあその原因として挙げられるのは外国人選手のキャラクターですよね。ちょっと具体的にどんな個性してるかわかんないですけど、はい、ヨン様がいっぱいいるのかわかんないし、はいはいはい、ロナウドみたいな怪物ロナあのブラジルの方のロナウド、もうあのぐらいなんかもう子が強すぎて俺がみたいな感じなのかわかんないですけども、その外国人選手のキャラクターをうまく扱いきれてないっていうところ。監督ブラジル人なんでね。そうなんですよ。てかもはや監督の元にいた選手を呼んでるのにみたいな。でもキャブンね、はい、外国人選手にスポットを当てすぎてるんですよ。だからもうジェズス選手とか明らかこの90分間戦えてないのに使って他の日本人選手がカバーするというか、他の選手への負担が大きいみたいな、なるほど、ところがね見受けられるようですよ。はあ、はあ、まあ、あとその戦術がねなんかうまく浸透していないところがねあるんだって。え、監督あれなのね。ブラジル人かとか、ね、っていうかね、今の長崎がこの停滞してる原因をね、はい、ファビオ・カリーレ監督にあります。おお、ズバリズバリ言うわよ。お地獄に落ちる親じゃないけども、はい、このままプレーオフに行けないわよですよ。本当になんかやっぱ守備の緩さ。そうなんだ。そうらしいですよ。結構練習からも結構ゆるゆるなんですって。ゆるゆるって言い方よくないけど、ゆるいんですって。その守備が課題なのにそこを突き詰めないっていう、課題に手をつけないっていう。ダメだね、仕事できないね。仕事できない。なのに、その試合の後のコメント前向きというか、なんか強気というか、変にプライド高いんですかね。うん、高そうだ、あの顔は。あ、確かに。頑固じじいみたいな顔してるもんね。昭和のおじさんですよ。あ、そう。本当に。めっちゃクソめちゃ言ってるけど長崎ってあれなんかな言いたかった。おかしいな。俺狙ってないんですよこれ別に。なんかちょっと長崎前ね、ティークラ選手の件あったから、はいはいはい、ちょっとぐいぐい行ってやろうかなこっちからと思ってやってるわけじゃない。非常にリスペクトを持って、どんなチームなんだろうって言って、お、外国人選手いっぱい入って楽しそうと思ったのに、最後の最後、はい、チーム状況をパッと開けたら、はい、最悪やないか結果になっちゃってるっていうね。なるほど。監督の采配がね、良くないんですね、やっぱりね。一時期では良くなかった。3位とかにつけてなかったっけ。なんかそんな印象ありますよね。あるよね。蓋を開けてみれば。そう。多いっすね。この前の山口のエスナイデル監督とかもそうですけど。あ、来た時はやっぱね、俺ら今からやってやるんだとか、はいはい、選手も思うし、監督もそういうモチベーションがやっぱ力になる部分があるけど、長く戦ってるとだんだんそれもね風化していくというかね。そうなんだ、落ちていきますから。なるほど。あれかな、施設とか充実して怠けてるんじゃないですかね。ちょっと良くないね。だからここでちょっと
成長過程にはベガルタにちょっと叩いてもらって、 J2 甘くねえなっていうところを教えてあげないといけない感じがしますね。だって長崎千葉と戦うんですもんね、最終節。これねズバリ言うわよですけど、負けますよね多分これは。千葉でしょ、千葉は勝っちゃうかなっていうね。なんかあの施設環境がなんか真逆な感じがする。確かになんか泥臭くなんか走り込み頑張ってますっていうチームと、はい、うん、千葉の橋の遠いところですよ、火曜の遠いここから都心からだと、はい、でも頑張ってやってるけども地味な作業みたいなのが、ね、はいはい、プレースタイルから出てくるじゃないですか。田口選手中心みたいな。そう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 、分かるな。一方長崎は誰を中心にやってるんだろうみたいな。ですね、まあその長崎がですよね、前節徳島か負けてこの1週間でどうホームで立て直してくるかっていうところ でそんな中で注目選手は左サイドバック背番号23番米田俊也選手、まあ、先ほど得点ランキング3位に出てきましたけども、これ5ゴール5アシストなんですよね。おお、なかなかいいな。これね強みはやっぱ個で剥がす力があるっていうのと、まあ、フィニッシュもできるようになってきたっていう今年っていう。ああそうなん、そう米田選手は成長過程っぽいですね。おお、なるほどですね。ぜひ長崎ではなくベガルタに来シーズンどうですかっていうぐらいちょっと、なるほど、いいんですけど、まあこれねなんかサイドバックなのに個でも剥がせてフィニッシュもうまいっていうのは多分ね過去の経歴にあるんだろうなと思うんですけど、へー、これディフェンスミッドフィルダーフォワードって経験してきてるんですよね。まあそれプロ だけじゃなく、まあ、まあ小中高大でいろいろこうコンバートがあったみたいなんですけど、うん、で足元がうまいのやっぱあれですね、静岡学園で10番だったんですって。わーそうなんだ、そりゃうまいわ足元っていうところ。しかも左サイドバックなのに右利きって面白いですよね。長友選手じゃんみたいな、珍しい。両足自信ないとできないし、そうだね、足元技術もなきゃできないところがあると思う。これね注目してもらいたい。まあその非常にあまりプレーオフ圏内狙えるチームなんだけど、ここに来てあまり良くないっていう長崎でした。さあというわけで残り2節となりました。 J2 もいよいよ町田が前節で優勝決めましたね。あそうですよね、うちベガルタも残留が決まりました、ね、決まりましたね。ああ大宮が負けちゃったんだっけ、残り2節で5ポイント。大宮次あれだよ、エスパルスとやるよ。そうですね、清水ベルディって続くんですね確かね。うわやば、原崎体制奇跡起こせるかっていう、ね、残ったらめっちゃ面白いね。いドラマじゃない、すごいっすよね。本当にオファー殺到するんじゃないですか。確かにっていう、まあ残り2節でも目がそうですね、プレーオフ圏内どこ入るのかってとこ面白いですね。直接対決があるから、ね、甲府山形長崎注目して見ていただきたいから、まあ、ベガルタもこの残り2試合でどうまたいい試合見せてくれるかっていうのも楽しみにしつつ、ね、今週も応援していきましょう。はい、はい、というわけで今日の皆さんは以上でした、はい、また次回お会いしましょう。さよなら、さよなら。